地獄の法、あなたの死後を決める心の善悪、大川隆法。第一章、地獄入門。現代人に身近に知ってほしい地獄の存在。1、もっと身近に知っておいてほしい地獄の存在。これから何回かにわたり、地獄論についての話をしていこうと思います。本章では入門的な話を中心にしておきたいと考えています。さまざまな話をしていますが、説法の数だけ多いと何が大事なのかもわからないという方もいるでしょうし、つかみきれない方も多いでしょう。ただ現代人の大部分に教えるとするならば、やはり地獄の存在というのはもっと身近に知っていただきたいなという気持ちがあります。これも大きな意味での救済の法にもなりますし、救いにもなるだろうと思うのです。現代人が地獄というものを知るきっかけというのは、今ではほとんどホラー映画ぐらいしかもうないのではないかと思われるのですが、ただホラー映画も必ずしも仏法真理にのっとったものだとは言い切れないものもあります。恐怖というものをエンターテインメントに変えてしまっているところもあって、恐怖産業として娯楽を兼ねたお金儲けというような面もなきにしもあらずなので、必ずしも映画を作っている人たちが真理を悟って人々を導こうとして制作しているとは言いかねるものもあるのではないでしょうか。だから数は多いけれども、玉石混交といえば聞こえはいいが玉がほとんどないのではないか、ガラクタの山のような恐怖映画が多すぎるのではないかというふうに思われます。そういうものを作れる理由は、すでにその状態、心の中はもう地獄になっている人がいっぱいいるため、親近感があって材料に事欠かないということもあるでしょう。そうした地獄的な現象を描くことはできますが、ではどうすればいいのか、どう対策するのかというと、ここのところが極端に弱くなっているのが現代ということだと思うのです。だから昔の話としたら、お坊さんが出てきて成仏させるとか、あるいは同志のような人が出てきて戦い魔を撃退するとか、そのようなものもありますし、あるいは仏とか神の功徳によって救われるとか、お経によって救われるとか、いろいろな話はあったと思うのですが、こうした功徳譚も現代ではかなりもう希薄というか薄いものになっていますので、実に厳しいのです。特に心配なこととしてあるのは、せめてお寺とか神社とか教会ぐらいでは、日曜日ごとにでも神仏の話とか、実際に魂はあって天国地獄があるから、こういう生き方はダメですよ、こういうふうに生きてくださいとか、こういう方は反省してくださいとかいう話を聞いて、心を悔い改め毎週毎週振り返っていくなど、そういう機会がなされているなら、これは機能を果たしていると思えるのですけれども、そうでないものが多すぎるのがちょっと残念です。もしかするともう180度違うところまで行ってしまっているのではないかなと思えるものもあるということです。
これはとても残念なことです。何度か触れたこともありますが、お坊さんについても公式に資格認定のようなものがあります。お坊さんを出すような仏教系の大学等も日本では認可されているところがありますけれども、そういうところでも仏教というのは無神論なんだというような感じから唯別論なんだというものまであります。この無神論というのが神を説かずにして仏を説くということで無神論というなら呼び方ですから構わないですし許容の範囲ですが、無神論で唯別論だというところまで行きますと、いわゆるマルクス的な共産主義とも違いがほぼない状態になります。こういう仏教系の大学で専門課程を履修して、そしてお坊さんになれる資格を認証され、お寺に派遣されて、それで医者が開業できるようにお寺の住職になれるとしても、その根本のところが間違っていたら、この認定はもうほぼ無意味でしょう。現実にこういうことはあります。だから仏教系ならいいかといえば、そこで教えているのが唯別論ということもあるので、これまた困ったものだなということもあります。また哲学なども、元は宗教と同じようなもので、同根なのですけれども、やや頭のいい人が理屈をひねくり回すことが多かったので、やっているうちにだんだん抽象的で理論的になってきて、現代では哲学といっても、もう思想でもなくなってきていて、数学の一部のようになっています。数学者と哲学者を兼ねるような感じになっていて、記号論理学の仲間になっているような哲学もあって、これは救済力ゼロでしょう。ほぼゼロだと思うのです。宗教においては、異端、邪教というのはあるのだけれども、それがこういう哲学の世界にまで広がってはいるということです。これは残念なことであろうかなというふうに思っています。